ピッチは さあ、いよいよキックオフです。ヘッドでつないで、抜かれた、センタリング。さあ、どちらがボールを支配するのか。華麗なドリブル、激しい攻防。いいパスが出た。ニアサイド。ダイレクトで返す。右へサイドチェンジ。前半35分をすでに過ぎました。
ペースを埋めないと。折り返した。果敢にスライディング。ボールの女神が彼の足に宿っているかの豪快バンブルーコーナーです。多彩な攻撃を見せてくれるか。これはちょっと危険なプレーでした。おっと、これはイエローでしょう。 PK。 さあ、もう一度見てみましょう。このまま逃げ切りたいところです。リザーブの選手が体を動かしています。イッケイッケドリブル。リターン。ゴールドル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 。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。彼は ニアを狙った。ゴールドル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 ゴールピッチを優雅に徘徊します。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。